所沢市、所沢市は埼玉県南西部にある人口約34万人の市、市工事特例市。人口は埼玉市、川口市、川越市、越谷市に次ぐ県内5位。東京のベッドタウンとして新所沢小手差地区には集合住宅が多く、所沢駅前はプロペ通りを中心にした繁華街となっている。東所沢地区は JR 武蔵野線が開業した当時に比べ人口が急増している。その反面、北部の富岡地区は江戸時代に行われた開拓により整備された農地、三富神殿が広がり、南部には宮崎瞬監督作品の映画、隣のトトロの舞台にもなった狭山が丘漁、トトロの森が広がっており、豊かな自然にも恵まれている。日本で初めて飛行場が建設された地で、 かつて飛行場であったところには、所沢航空記念公園が作られ、公園内には、所沢航空発祥記念館があり、東京航空交通管西部も隣接する。また、保健所発祥の地としても知られており、記念碑が、所沢駅、東口ロータリーに設置されている。プロ野球、埼玉西部ライオンズの本拠、地球上である、メットライフドームの所在地である。また、 西武グループの本拠地、本社所在地、本店所在地は主に池袋でもあり、駅前には西武百貨店、旧セゾングループなど、西武の名を冠するビルが連なっている。出版大手角川の文化複合施設である、所沢桜タウンが、2020年7月に、東所沢にて開業される予定。クール、ジャパンフォレスト構想として、 東市と角川が共同で行う事業でクールジャパンの総本山の構築を目指している。旧所沢城下センター跡地が建設予定地に選定されている。2015年には準備会社として所沢桜タウンが設立された。また角川の当地への本社機能の移転や本社所在地の変更も検討されている。所沢という地名はところ、ところ。 山の芋科の植物が群生する湿地の意と言われるが、不詳。古くは、所沢、所沢と称した。市内西部から、市内中心部を通り、東部に流れるあず川を指しているとする説が、有力である。埼玉県西部、武蔵野大地に位置し、南部には、狭山川丘漁が広がっている。狭山川丘漁から流れる東川、柳瀬川は、市内東部へ流れ、 最終的には、荒川に至る、山口貯水池、通称、佐山湖は、東市内にあるが、東京都民用の水源となっている、東京都水道局が管理。池袋を起点とする西武池袋線と、西武新宿を起点とする西武新宿線の二つの、幹線が、東と南からやってきて、所沢駅に互い違いで乗り入れている。その後、二つの路線はそれぞれ、 北と西とに進路を変え、東市内を横断する。西武池袋線は、西武有楽町線経由で、東京メトロ有楽町線、福都心線、東急東横線、横浜高速鉄道港未来線と、相互直通運転を行っている。JR 武蔵野線は、東市内での他路線との接続はない。ただし、市境に島秋津駅と、西武池袋線秋津駅がある。 関越自動車道が東部を通過しており、国道463号、旧、県道浦和所沢線と所沢 IC で接続する。国道254号と国道463号は、新座市の A インターで交差した後、市中心近くに至り、宮本町交差点を起点に、そこから2本に分かれ、北側は通称行政道路、南側は通称 国道463号、もしくは行政、バイパスと呼ばれる、入間市へと続いている。所沢駅前のプロペ通りを中心とした地域は、繁華街で、西部百貨店、イオン、旧、大英のほか、多くの飲食店、医療品店などがある。プロペ通りから続くファルマン通りも古くからの、繁華街で、旧市役所のあった元町を経て、金山町の交差点まで続く。 銀座商店街がある。現在は高層マンションが立ち並んでいる。航空公園を中心とする並木地区には公共機関が集中し、また在日米軍所沢通信基地がある。新所沢は都市公団、現都市再生機構、小手差は西武鉄道とそれぞれが開発した集合住宅が広がっている。近年では 旧市街地に超高層マンション建設が相次いでいる。所沢市のほぼ全域は内陸性気候の特色を持ち、夏は高温、冬は寒冷な気候となっている。しかしながら、アメダスは鞘山後半に設置されており、湖の影響を強く受ける海洋性気候の特徴を持つ。そのため、アメダスで観測される数値は、周囲よりも冬は冷え込みが弱く、 夏は逆に冷涼となりやすく、局所的な影響が強く出る。実際に標高が100メートルほど低い埼玉市に比べると1月平均最低気温マイナス0.8度や最低気温極値マイナス7.8度は高くなっている。しかしながら、夏季の場合は風向き次第ではフェーン現象の影響を受けて、この雨出す地点においても高温となることもあり。 所沢の最高気温局地は2018年7月23日に観測された39.8度と埼玉市の39.3度よりも高くなっており湖と反対側からの風の影響次第では高温となることもある。冬季は南岸低気圧の影響で大雪となることもあり内陸にあることから雪のまま推移することが少なくなくその場合埼玉県内では 東部よりも降雪量が多くなる傾向がある。2014年2月14日の大雪の時には、所沢中央消防署で積雪57センチメートルを記録している。所沢の近辺には約2万年前から人類が定住しており、砂川遺跡を筆頭に、市内には旧石器時代以降の遺跡や貝塚が点在している。東日本各地に多く見られることだが、 当地にも日本穂高の統制伝説がある。戦勝を祈願したと言われる神社、所沢神明社や、北の天神社の由来や、あるいはカゴでをかざした地名、小手差しの由来いった伝承がある。7世紀に律令制度の下、武蔵国国府が現在の東京都府中市に設置されると、当地は武蔵国入間軍の一部となり、合わせて武蔵国国府と、 上の国国府を結ぶ感動が築かれた。これが、東三道武蔵路であり、市内の南陵中学校でも移行が確認されている。また、かつての軍堺にあたる、現在の松が、丘付近には、秘伝どころ、航路病人などの救護施設が設置されたという伝承がある。武蔵国一帯は、朝鮮半島からの渡来人、現在の朝鮮半島に住んでいる民族とは異なる。 人種が数多く定住しており、当地にもトライ人のコミュニティが存在していたとの説もある。平安時代末期になると世情が乱れ、信伏軍団である武蔵七党の一派、村山党が定着した。現在も市内に多く存在する山口、村山、金子といった姓はこの流れである。1192年に鎌倉幕府が成立すると、 府中方面に通じていた街道は、鎌倉街道上道となり、軍事的にも、経済的にも重要な幹線道路として整備された。特に所沢は、上東と関東である、堀金道、羽騒道の合流地点として栄えたという。1333年、沖島に島流しされていた、五醍醐天皇が、法棄国戦場山、元、 鳥取県東伯郡琴浦町内で放棄すると、上野国、群馬県の新田義定は高をして、鎌倉へ向かって進軍し、小手差、原、現在の北の付近で、北条氏の兵と衝突、決着はつかず両軍とも一時兵を引いた。世に言う小手、笹原の戦いである。市内に残る、白旗塚、将軍塚、松が、丘、静止橋、砂川堀、勢い揃い橋。 瀬川といった地名は、この戦いに由来する。その後、1352年にも、吉シの維持である、吉沖、吉宗の兄弟が、足利軍と、小手笹原付近で衝突している。武蔵野合戦。戦国時代は、関東管令、大木谷上杉氏の支配下にあり、上杉氏家臣で守護代の大石氏が統治していた。後に、川越屋戦で、 上杉氏が衰退し後、後北条氏が台頭してくると、八王子城主、北条氏テルの支配下となった。柳瀬川沿いに、山口城氏、滝野城氏などの中世城下跡が数箇所残っている。江戸時代には、江戸近郊として、幕府直轄領が多く直接支配が及んでいたが、一部には、川越藩領や旗本領も存在している。ただし、現在の地域のうち、日比、 田村だけは、多摩郡に属し、明治十三年に、入間郡大大村、現在の東村山市温田町付近と交換されるまで飛び地となっていた。近世には、河原塾、現在の宮本町付近から江戸四谷の道、江戸街道、おおむね現在の西部新宿線沿い、玄所沢街道に、地杯が整備され、東、江戸街道、西、秩父道、南、府中、 八王子方面、北、川越方面へ伸びる主要道路の中継地、あるいは物資の集積地として機能した。また、市北部の富岡地区では、川越藩主、柳沢義安に、神殿開発、三富神殿開拓が行われた。この内上府地区は、現在は、入間郡三好町の域内にあたる。なお、地層が、 関東ローム層と歴層に覆われた武蔵野大地では、地下水脈が深い戸越水地域で、所沢地域でも井戸水の確保に苦労した。その山上樽や、所沢の火事は、土で消せと言われたくらいであり、実際に1818 18年、文化15年2月の新名社、薬王寺及び民家142個が消失する大火など、江戸期には、数回の大火が発生している。 明治維新後、現在の東資域の旧幕府直轄領だった。大部分は1869年、明治2年3月21日、旧暦2月9日に、品川県になり、同4月には、市政部にあたる部分が、に山県に移管され、1871年8月29日、旧暦7月14日に、川越半領だった一部は、川越県となった。 同年12月25日、旧暦11月14日に、入間県発足で全域が入間県になり、1873年6月15日に熊谷県になった後、最終的に1876年8月21日、埼玉県に組み入れられた。1881年、明治14年には上荒井村の元宿と、久米村の金山を編入し、 所沢村から所沢町になった。1889年、明治22年4月1日、町村制施行に伴い、入間郡所沢町が成立した。明治時代にも1875年、明治8年、1880年、明治13年、1885年、明治18年などに大化があり、蔵造りの町並みが作られた。年、 明治44年現在の並木地区を中心とした一帯に陸軍が日本初の飛行場、後陸軍航空整備学校を設置し、基地の町という新たな顔を持つことになった。現在、所沢が所沢航空記念公園を持ち、航空発祥の地を標榜しているのはこれに由来する。また、臨時軍用気球研究会所沢試験場が、 翌1911年4月1日に開場。4月5日に陸軍隊員、徳川義徳による初飛行が行われたが、この際使用した飛行機がアンリ・ファルマン式副用機だったことにちな、所沢駅西側にはファルマン通りという道が存在する。なお、飛行場完成に合わせて、武蔵野鉄道、現在の西部池袋線や旧西部鉄道、 現在の西部新宿線も競って基地への最寄り駅を設置した、現在は両駅とも廃止。一方、公益中継地としての機能も健在で、所沢被白、古月縮みといった名産品により、織物の町、所沢として最盛期を迎えた。1927年、昭和2年東京市民の水亀として、山口貯水地、佐山湖の建設が開始され、 1934年、昭和9年に完成した。このため、山口村の旧小落寺村と上山口村にわたる一帯が水没し、村の住民は隣の小手差村などに移住した。鞘山後半からの景観や付近の桜景色は、同古完成直後から観光名所となり、後に周辺一帯が一大レジャーエリアとして開発される端緒となった。 しかしながら、道庫の水は投資には供給されないため、町内では、江戸時代と変わらず水の確保に苦労する状況であった。1934年、昭和9年4月には大干ばつに見舞われ、近隣の町や陸軍飛行学校から給水を受けるありさまであった。この状況は、浄水道が完成する1937年、昭和12年3月まで続いた。 1943年、昭和18年、所沢町と小手差し、富岡、東、松井、山口の五村が合併した。戦時中の1945年、昭和20年には、アメリカ軍による空襲で、旧所沢町だけで死傷者が30名以上、家屋への被害も65年に及んだ。3月10日の東京大空襲では、所沢飛行場にも、 戦闘機が配備されていたが、強風と炎症により迎撃できなかった。8月15日の敗戦とともに、陸軍所沢飛行場及び周辺施設は、アメリカ軍に接収され、1971年、昭和46年に6割、1978年、昭和53年に、さらに1割は返還されたものの、現在も通信基地として残っている。 埼玉県内の自治体で唯一二行輪番制を採用している。また、水道事業及び病院事業、市民医療センターは三菱 UFJ 銀行である。これはかつての所沢銀行が合併を経て現在の三菱 UFJ 銀行所沢支店となっているためである。所沢市議会も参照。 2018年1月1日現在、や山茶が有名だが、ほうれん草や、里芋、人参等の栽培も盛ん。また、さつまいも掘りやぶどう狩り等の観光農園も、点在している。2020年夏までに、所沢駅線土上空の商業店舗等と、南側の新改札を、開業予定。また、所沢駅西口再開発においては、 仮称を所沢駅前直結タワー計画と名付け、西部所沢車両工場跡地周辺の再開発と共に計画中である。当市は、所沢市育英奨学金、所沢市自奨学金という奨学金制度、高等学校、高等専門学校対象がある。所沢市には、周波郵便局が2つある。郵便番号は、市内全域が、 359XXXX である。上記の駅のほか、西武池袋線秋津駅、東京都東村山市駅舎の一部が、所沢市に属する。また、西武西武沿線西武沿駅及び西武多摩湖線、西武遊園地駅、共に、東京都東村山市が、市境付近にある。なお、武蔵野線と、西武鉄道との相互乗り入れは行われておらず、 新秋津駅、東京都東村山市からの連絡線による公衆輸送のみである。すべて西武バスの運行、タクシーの営業区域は県南西部交通圏で川越市、東松山市、飯能市、和光市などと同じエリアとなっている。地域的なもののみ掲載、所沢市が舞台、またはゆかりのある作品、ロケ地も含むを記載する。 太字は、角川関連作品。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。